子供の時に4歳からクラシックバレエをやってて、でその後クラシックバレエを11年やった後に突然陸上競技を始めて、ずっと陸上ばっかりやってて一切踊ってなくて、その後大学入ってから突然踊りました。ワッキン始めたのは21の時かな、大学3年生の夏ですね。でもそもそもその1個前の年に2年生の冬の時に健三ん家で鍋やってた、健三と同じ大学なんですけど私で、健三ん家で鍋やってて、でよく健三ん家で DVD じゃない、もうまだ VHS だったんで VHS 鑑賞をやってて、その中にランキングをやってる女の人の映像を健三が見せてくれて、水木さん女の人だとこれやった方がいいんじゃないですかって言ってこう見せられたビデオが、吉江さんのビデオで、やりたいなーっていう程度でずっとやりたいけど誰も知らないしなーって、こうなんかビデオのイメージだけでやってたのを、そしたらまた健三がある日、水木さん吉江さん目黒でレースやってますよって言って、マジでって言ったところから、それが3年の夏ですね。まあ全力出せるとこですかね、全力。こう私それでバレエも長いので、やっぱジャズダンスとかそういったものも好きで、だけどやっぱりリズムダンスが好きでみたいなことをこう両方できるし、あと気持ちをこう入れやすい、なんか自分の一番こう自分のこう気持ちを出しやすい踊りなところかな。あとはディスコも好きなんで、好きな曲で、はい、なんかいろんなことがマッチしたのがワッキンでした。健三が私の1個下なんですけど、健三入った時からもうガンガンで、もうだいぶ知識もすごいいっぱい、私知らないようなこともうちらが知らないようなこといっぱい知ってて、でなんか健三と一緒に深夜練いっぱいやった思い出はありますね。駅とかでめっちゃ寒い中、今健三と一緒にチームやってるホマレってやつと、で私と3人でダンサーライブのライズっていう大学生限定の 3-on-3 があるんですけど、それに出て初代国技館で優勝して、いっぱい健三との思い出いっぱいありますね。やっぱりあとね、コヨーテアグリっていう映画があって、それの映画のダンスの映画じゃないんですけど、バーカウンターで女の子たちめっちゃ踊るんですよ。なんかなんて言ったらいいの、何ダンスかもちょっと分かんないですけど、バーカウンターで踊るってなんかそういうのも楽しそうだなとか思ってたりして、なんかそういうこともしたいなとか、なんかそういうなんかほんちょっとしたきっかけがこうどんどん続いて今まで来てて、結構はっきり言って人生を変えられてしまったっちゃ変えられてしまったものなので、今から始める人たちもこう、私もずっと初めから習ってたわけじゃないんで、初めやっぱ映像から入ってってやってたんで、うまくなるためにはっていうか、そのこうなんていうんですかね、うまくなるために一番大事なのはやっぱ好きだったりとか情熱だったりするんで、そこをこう絶やさないようにっていうよりも、好きなことをたくさん見つけていけばつながっていくと思うんで。